どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてどうも皆さんこんにちは、スマップです。はい、スマップさん、もうね、はい、前回も動画見ていただきました。スマップさんも言わずもがなですね、変態です。ゴブジェンスパーキーで本当8200、世界なんと2桁でございますけれども、今回も来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。パーキー師匠ですね、本当にありがとうございます。いつもお時間割いてくださってね、本当に。でスマップさん、はい、僕いけるんですか、そのゆくゆく8000。いけると思います。いや、いけます。うわー、ありがとうございます。力強い言葉いただきましたが、今スマップさん使ってるのはこちらのゴブジャイスパーキーのエディババレージヒースピ型、エリキ型ですね。そしてそうですね、なるほど、これが今もうちょっと上位では強いと。強いです。今日はですね、よくあるこうラッドさんから横から指示していただくみたいな企画あるじゃないですか。はい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 。それを今やるって言ったらやるんですけど、なんだ、どちらかというと勉強寄りの。なるほど。勉強寄りのこういう時はこうしたらいいですよってアドバイスいただきながらやるロワイヤル。もう別に単純に僕がスマップさんに教えていただいているところですね、もう動画に収めて見返せるようにしようということでございます。なるほど。まあそしてキヨキヨの視聴者さんは結構スパーキー使いの方多いんで、ぜひ参考にしていただければなと思います。はいはい、それではマルチいきます。よろしくお願いします。お願いします。バンバンいきますよ、もうバンバン。よろしく。さあ、ヒースピザップエレキゴブジャイの次レイジっていう、ちょっとまたヒースピとか切っちゃっていいですよ。あ、ヒースピとかヒースピレイジザップはもう全然手札回しに。じゃあその3枚のうち一番ちょっとごめんなさい、手札がめっちゃ詰まっちゃってる。一番切っていいのって何なんですか、ヒースピレイジザップで。ヒースピレイジ、やっぱヒースピですね。一個っていうのもありますし。なるほど、ちょっと待ってください、ね、これまずい。あ、まずいまずいまずい、非常にまずい。痛い、これ痛い。ただ痛い、めちゃくちゃに痛い。めちゃくちゃに痛い。うわ、もうなんか痛い。雑魚やん俺マジで。次スパーキーあるんですけど、ゴブジャイダッつけられないんですよね。はいはい、なるほど。でも出さない方がいいですか。いや、もう行っていいと思いますよ。行っちゃいます。あー、ラッキー。これ結構アド取れてそう、ね、やっぱ最初相手の敵か、はい、相手の敵分かってない状態でゴブジャイ出すのはマジですね、ちょっと。あー、なるほど。確かに。まあ、これおられまして。こうすると、実際エリジャー出されたら終わるな。はいはい、これ出さなくてもいいですか。ああ、なるほど。エリクサー的には結構アドバンテージは取ってそうな気がするんですけど。取ってるかもしれないですね。ちょっとこれはヒースピ間に合い。おい、ちょっと待ってくれ、マジで。マジで待ってくれ。マジで待って。オッケー、おい、それはおいしい。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。マジで。お、行っちゃったね。行くね。これザップってこの場面ではまあ切んない方がいいか。コウモリ来るし。そうですね。レイジコウのタイミングで切ってもいいものなんですか。もう切っちゃってますけど。いや、もう相手がスケブとかそういうザップが必要、はい、必要なんで絶対に。はい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 。自分にはもうそういう時のために置いとくべきです、ね。ああ、取っておくってことですよね。そうです。なるほど。さあ、ここでも形作れなかった男は絶対持てないですね。そうですね。ここは結構エリクサーあるんですけど、エリババは同歳、もう同歳でいいと思います。ちょっとウィザード巻き込まれない程度で同歳に、で多分逆なんかもうこれでスケルトン部隊とかどうせ来るんでしょってことですよね。そうですね。で温存してたザップが、あ、入るな、いった、オッケー、いい感じです。ただしかしあいつが来んだよな、あいつが。そうなんですよ。ここは、いや、いいですね。ここはなんか、うわ、やばい、まずいな、まずい。ザップとか行くんじゃないと。うわ、マジか。いや、まあ、いや、ここさ、もう行くべきじゃない。もう行くべきです、これは。ナイス判断です、これ。で、おお、行くべきだった。やったー、やったー。行こう。よ、なんか、まだ形来ないで、なんか来ない、なんか来んな、なんも来んな。やったやった。めっちゃうまいっす。めっちゃうまいですね。うわ、よかった。あ、やっぱ相手エリクサー使いすぎな雰囲気ムンムン感じたのがよかったってことですね。うん、感じたんすね。あそこでガン待ちしちゃうと、なんかまたエリジャイ出されて GG みたいな。そうです。こわ、うわー。まあでも相性的なのでも結構いいっすよね、これ。ぶっちゃけまあいい方だと思いますね。でもそうですよね。まあザップもぶっ刺さって、まあ、ヒースピで結構相手もね、コウモリとか出しづらくて、ちょっともう一回行かせてください。ありがとうございます。いきます。よかった、よろしく。よろしくと。
さ。うわなるほど、これはね、ドリル。これエレキ一発で守れたりするんですか。いや、これはちょっとこの位置はあんま良くない。いや、いいです、いいです。あー、まあギリ、あー、いい、あー、いいですね。オッケーオッケー。これね、またスパーキー回ってないんでレイジいっちゃっていいですか。はい、レイジもちょっと一緒に出して、ドリルはやっぱりあのメガゴちゃんと攻めに使うっていうの攻めに意識します。オッケーです、オッケーです。で、ちなみにこれ受けるのが、受けるのの最適解はまあエレキでいいんですかね。あ、エリババですね。もう最悪エリババです。エリババ最悪エリババ、なるほど。さあ、これはメガゴはテスラの位置に出した方がいいんですか。いや、横です。あ、横じゃないの。もう、そうです、そこです。なんか組んじゃね読みの。いや、うまい。頑張れ。あー、そっち打つか。ちょっとこれ、ね、いや、これ打ちますね。あ、マジで。あ、ごめんなさい、打っちゃいました、ザップ。すいません、ちょっと生きりました。生きりました。だ、今だと手札エレキ、はい、まあエリババ、レイジ、スパーキーなんですけど、まあ、でも相手これやっぱドリル来るまでちょっと待った方がいいかもしれない。あ、これはスパーキー生きって出さないと。そうですね。ドリルはもうさっきみたいにエレキでいっちゃっていいですか。エレキでいきましょう。わかりました。なんか僕、あ、ここはもうエリババ出しちゃったりするんですよね。オッケー。あ、そうやって。これ美味しいですよね。美味しいですね。でこういう時にボールブレーカー逆サイとか来たら、例えばですけど、あ、ウォールブレーカーだけだったらもう無視で大丈夫です。無視するんすね、マジ。あ、待って、これまずいか。いや、いや、まあ、ギリ、いや、いや、間に合うんかこれ。ふぅー、いや、行こう。いや、これね、相手、いやー、きつい。これレイジ行こうと思ったけどさすがにきついな。まあ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 、なるほど。まあ、どんだけタワーにダメージ入れられてもいいんで、はい、形を組むこと大切です。ザップキッチダメですかこれ。あ、いいです、いいです。全然。ザップ切って、まあ、どうせスパー、はい、これは待った方がいいですかね。あ、まあ、まあ、ほぼ、行きましょう、もう。スパーキー行かせていただいて。はい、こういう時に逆サイゴブドリとか来たらどうするんですか。これはもう、無視で、ほぼ。いや、いいですね。さっきの二の舞は食らわんぞと。やばい、痛いですね。いいですね、いいですね、でも。そのいい感じの痛さ。うわ、それミリの痛さ。で、ここでここでいっちゃいますか。ここは今エリババの方が良かったですか。いや、今の大丈夫だと思います。いけんじゃね、いけんじゃね。うお、でもうまいっす、それ。ありがとうございます。さあ、優しいスマップさん、うん、なるほど。いい感じで相手がエリクサー入ってくれたんで。なるほど、ここでもういっちゃエリクサーアドバンテージ取ったなと思ったら行っちゃっていいんすかね。取ったなと思ったらもういっちゃいました。わかりました。で、ここで多分今のエリクサーめっちゃうまいです。また5来るな、多分。やばい。ここってつけれますか。つけますか。いけましょう。で、ここでレイジで、多分レイジエリバこれいけんじゃないかな。ゴーン、カルロスゴーンさんもびっくり。あ、なるほど。いやー、これきつい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 。なるほどね。ここもう一回スパーキーで行きましょう。うわ、またファイブ組んだよな、あの人。いや、これ結構ね、いいぞ。いや、いいですね、これ。オッケー、そこファイブ美味しい。いや、オッケー、いけるいけるいける。めっちゃ美味しいですね。鬼の形っすよね。鬼の形です、これ。もう。ファイブ使ったし。で、これエリババ行っちゃっていいですか。もう、エリババメガゴ、行っちゃいましょう。エリババメガゴ、もうぶっぱゲーミング。ぶっぱゲーミングですね、これ。とんでもないぶっぱゲーミング。いや、これは相手きついはず。いや、いいですね。これは絶対きついですね。ザップなんかもう調子乗っていっちゃって。もうオーケー。うわ、気持ちいいな、これ。気持ちいいですね。これめっちゃ気持ちいいな。スマップさんいるとめちゃくちゃなんか安心します。聞きながらやれるこの環境ありがたい、本当に。いや、うまいです、本当に今の。いやいやいや、本当にありがとうございます。なるほど。いや、本当に8000いけますよ。ほんとに、もうね、うまいんですよ。こういう人がね、指導者なんですよ。これは、そっか。なんか分かったようで、多分、自分なりに落とし込むのが多分、100戦後ぐらいに、あ、こういうことねって多分なる気がします。はいはい、ということで、今日ね、結構撮影させていただいたんですけども、はい。ありがとうございました。ちょっとっていうか、前回あげた、スマップさんの8200の動画と、ちょっと今日教わった動画、はい、内容をですね、ちょっと自分のやってみて、またちょっとすいません、何回か教えていただくことできますか。うん、全然もういつでも呼んでください。ありがとうございます。多分視聴者さんも、もうこんなハイレベルのスパーキーの動画ってあんまり見れないと思うんですよね。なんか言ったら8200とかも世界2桁とかあんまり見れないと思うんで、
ちょっと、これから、はい、スノアップさん、のですね、コラボ動画も出させていただこうと思います。スノアップさんの YouTube されてるので、ぜひとも説明欄にリンクございま す,、はい、いますぜひともチャンネル登録して見てみてください。あ、まだチャンネル登録してくださいね。また動画出します。お願いします。ありがとうございました。